はい、じゃあ今から始めさせていただきます。よろしくお願いします。今日はあのおせち料理の後でちょっとあのあっさりしたものがいいかなと思って、ピクルスにもしもし家に残ってるお野菜なんかをね、和風ピクルスにしようかなと思って、材料はもう家にあるお野菜何でもいけると思いますが、今日ちょっとレンコンを使いますので、レンコンと人参だけちょっと火を通したいと思います。まあ、ここでね、今入れようとしてるのはあの人参とでキュウリとでレンコンですね。あと山芋なんかもいけますし、でキュウリは乱切りで、はい、キュウリは乱切りがいいと思います。人参は今短冊にしました。これちょっと火を通そうと思いますので、はい、そしてこれをで、あと今ちょっとお湯を沸かしてて、レンコンだけでもね、これね、レンコンまあどんな切り方でもいいんですけど、うん、あんまりもう5ミリか、美味しそう、ね、うん、これ5ミリ、はい、いいと思う。これあの、お湯ちょっと通しますね、うん、こう今沸騰してます。沸騰した湯の中に3分ほど、ちょっと、はい、湯がくのはレンコンと人参とキュウリはもうこっちで入ってます。あ、そうやね、もうあの見ててください、これキュウリね、はい、でこれあの入れ物の中に鷹の爪2つほど入れて、で今のこの材料もこの中入れます。で入れて、あとはもういつものこの紅茶くずそのまんま酢を入れてね、あれなんですけれども、お酢の中にちょっとお醤油をタラタラタラっと小さじ1杯ぐらい、この、 あのお酢、甘酢、ご自分で作られても結構です。お酢とお醤油と、はい、で鷹の爪、それがもう液ですね。であともうこれ火が通って、レンコンも色がこう透き通ってくるようになると、もうこのまんま、あとこれお湯だけ切って、そして、はい、もうこれでここ入れてください、はい、これでちょっとしばらく寝かせていただく、はい、でこれ一晩置きました。一晩置いたらこれがこういう感じになりますのでね、うん、このままこなして置いとくし、それが一晩置いた分なんです、うん、はい、ご試食あれ、どうぞお召し上がりください、はい、ありがとうございます、はい、いただきます。レンコンもない。こっちは中山さんかな、どうそれ、びっくりピクルス、ね、山芋も湯がくんやった、いやもう山芋もそのまま食べてるから、やめといて、うん、今の方がいいわ。ちょっとあのレンコンはね、アクが強いからな、で、あ、レンコンと人参だけちょっと今湯がいたわけやけど、今これこなしてしといて、あとしとばしたら、どれぐらいも食べてみて、まだやな、またまたまた2つ、これでも次つけるときはそれつけるんですよね、薄いわね、もう、あ、そうか、水気があって、水気があったら、もうよっぽど酢をすごく強く入れるんですね、美味しい、美味しい、でしょ、美味しい、美味しい、美味しい、よくやったら料理の下手なのができるね。私使ってるもん、便利ですよね。枝やから。なんかだから、ごゆっくり召し上がって。全然美味しいね。